ヒグミーツパイは、哺乳孔陶器目ツパイかツパイ属に分類される、哺乳類。インドネシア、太陽国南部、ブルネー、マレーシア東道町 12.4cm。体重 60g。体長11.5から 13.5cm。尾長13から 17cm と、他のツパイよりもやや小型。外観は、小型のリスに似る。頭部は、 噴霧が尖り、目や外耳が大きく目立つ。シタンは爪型があり、指も枝を掴むことができる構造となっている。股尾は長く、樹上でバランスを取るのに適している。体毛は赤茶色で、尾の毛は特に長い。以下の足の分類はヘルゲンに従う。東南アジアの熱帯林に生息する。単独性で、臨床で木の枝で活動することが多い。マングースやヘビ 猛筋類が天敵であり、樹上のほか茂みや岩場の影などを隠れがとする。植生は雑食であり、昆虫の高実、図、木の葉、種子などを食べる。1から3頭の幼獣を産む。妊娠期間は46から50日で、1、4頭の幼獣を出産する。飼育家の寿命は9から10年に達した例もある。 農地開発やプランテーションへの転換などによる生息地の破壊により生息数は減少している。1977年にスパイ化単位で2010年からは陶器木単位でワシントン付属下機2に掲載されている。ありがとうございます。